皆さんこんにちは。こんばんは。ココロリンクゲームズベイ君です。おかめです。ドラクエ11実況続きいきます。よろしくお願いします。お願いします。わあ、前回めちゃくちゃいい話をさせていただきました。人魚物語、映画1本分楽しんでからの、そして最後に、人魚に伝わる秘宝を残しといたと、シェルの家にね、ロミアちゃんが言ってくれてたんで、じゃあ今回はそこからいきます。よろしくお願いします。いきますね。行きましょう。ではルーラで早速。オッケー、ボン、ルーラじゃ、いけー、船なんかいらんから到着。そして見た、今見た、わかりやすく、わかりやすくポンポンってやつねなんか探そうって書いてるから、右上ね、なんかちょっとこう楽しみなイベントあるんかなと思ったけど、ポコンと探すこともなく、そう、行きます。開けろ。あ、これ玉手箱だ。やばい。あ、やっぱりマーメイドハープ。オーブかもしれないと思ってんけどね。違うね。これセーニャが弾けばいいんじゃないの。そうやそうや。よし、ごはたは読み始めた、はい、手紙が入ってたと。おお。あなたがこの手紙読んでるということは、私の身に何かが起きたのでしょうね。最後まで迷惑をかけてごめんなさい。よしこさんは私が知る人間の中で機内の次に優しい人です。お約束通り、あなたを海底へお連れします。手紙と一緒に入れたマーメイドハープがあなたを未知なる世界へ導くでしょう。ソルチャ運河を抜け、内海の中心にそびえる、あー、光の柱でハープを使ってください。はい。不思議な形の岩がその目印になりますわ。はい。海底王国に着いたら私は幸せだと女王様によろしくお伝えください。本当にありがとうございました。ロミアより。なるほど、光の柱、あったね。何もなかったもんね。それですわ。 OK。ではハープ使おう。じゃあドドン、どうや。なるほど、あっこや、内海のところに行ったらいいから。あ、何あの青いの、何、あ、ほんまや、あの青いのが柱なんじゃないか。で、そうや、あそこに飛べるようになるんだ。あ、わかる。そうや、そうや、うん、あったもん、あっこに柱。あのね、青と青でつながってるところは多分、いけるんだ、ハープできるんじゃない。まあ、とりあえずでも、右のとこから行きましょう。オッケーオッケー。ここですよ。加速しろ加速しろ。あ、加速じゃないか、加速じゃーん、お、雨だ、雨降ってきた。で、これ空島行くんだ。オッケー、奏でます。海底か確かに空島行くのに行きそうじゃない、上に行きそうじゃない、だって、下沈むんか。曲沈んでた、沈んでた。ちゃんと加工してくれてたね、ちゃんとね本当にワンピースみたいな感じだったね泡に包まれていくやつあった、あったよね。おー、到着。できるの。パクパクパク。確かに変な感じしてる。女王に会いに行こう。では行かないのね。そう、脂肪ついてんだよ。え、なになに、虹のネタが強く来ました。あ、どうやらこの近くにオーブがあるようだ。あ、そういうのも教えてくれるの。親切げやんけ。マジでこれランプ、街灯、ランプじゃない、夜だって光るんだよきっと。おお、楽しみ楽しみ。もうなんかあれやな、ディズニー感覚やなほら、マーメイドラグーン。そう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 、トリトンいるかもしれないなんか変な半魚人みたいなの撮ったぞ。本当、半魚人走ってるよ、ほら右で撮っとこ撮っとこ。走ってた。うん、なんか可愛らしい髪型してるね。え、もじゃもじゃってもじゃもじゃって言わんといてくれる嬉しそうやな、髪はってなるよな。これ見たことないわけだろ、こんな世界。あー、このジジイめ。ほっほ、ここはまるで天国じゃの。いや、長生きはしてみるもんじゃ。魔法ジジイめ。まったく、もう海の中だってのに息ができるぜ。これも人魚の不思議な力ってやつか。おかげで海底に沈んだっていうオーブの話が本当かどうか確かめられそうだな。よし、オーブのこともあるけれど、まずは海底王国の女王様に会いましょう。ロミアのことを伝えなければ。いいね、なんかもうずっとメルヘンやな。メルヘン、綺麗。最近ほら、半魚人。あ、ほんとだ、半魚人。ドラゴンボール出てきたよな。あ、ドラゴンボールっぽいあれ、これなんとか戦隊やんなきゃ戦隊、俺は今年で240歳になるけど、人間とおしゃべりするのは初めてだ。あんたが噂の女王様のお客さんだな。あんたが海底で息ができるのは女王様だけが使える魔法の力でな。海底流の大歓迎ってやつなんだぞ。女王様は一番奥の宮殿のてっぺんにある大皿まであんたが待ってくるのを食ってんばんべ、待ってるぞ。食ってくんの待ってあれなんだっけな。あ、義乳のことか。そうそう、しかし特戦隊。逃げた逃げたさあ、宮殿行きましょう。すごい目がチカチカすんな、ってことは一応女王様的には知ってるってこと、ロミアちゃんを。うん、この話。あ、知ってんじゃないの、女王様は。何でも知ってんじゃない、これ女王様合ってる。違う、それでもこれだ。うん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 、海の、え、人間のための行事ですか、人の神と。これ祈りだ。あ、これ普通に祈りやったわ、ごめんじゃあとりあえずセーブします。階段が、そいつ聞け、
こいつだ、こいつだ。おお、女王様が王座の待て。うん。ほら。人間の階段なるもな、海底宮殿に、あ、なるほど、お連れいたします。ほら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 。オッケー。結構迷ったね。迷った。あ、来た、来た。完全に来た。あ、お前色大丈夫か、右のやつ。そして女王様。女王っぽい。確かに。おお、すげえ、結構悪いな、これは。お待ちしておりました、ヨシヒコ。そようこそ。海底王国モーレアへ。私は人魚の女王、セレン。ヨシヒコだと？ジョーさん、あんた、なぜこいつの名前を知ってるんだ？うん。私はちょっとした魔法が使えるのです。地上の全てを知っていますわ。さあ、難しいお話は後にしましょう。早速ですが、ヨシヒコ。あなたがお探しなのは、これでしょ？これ試される。銀か金か。オーブくれ！お、緑のオーブ。人間の世界のものは本当に美しい。海底には届かない日の光を閉じ込めたよ。ロミアのことではお世話になりました。これは俺です。さあ、あなた方にお返ししましょう。結構いきなりくれんの？ありがとう。マジで？なんか倒してきてってありそうやってんけど。そうだよね。やったー！やったー！簡単に手に入った。あと3つ？ 3 つ。よし、いいよ。順調に。この調子でトントンと頼むわ。トントン拍子でいきましょう。うん、私は見ていました。ロミアとキナイのこと。陸に上がった人魚は泡となり消える。この掟を超え愛し合おうとしたのは彼らが初めてではないのです。いっぱいいるんだな。人間と人魚は共に生きる道を何度も探してきましたけれど、それは叶うことのない夢。あなたもですか？ああ、そういうことなのかな。私たち人魚から見れば力も体も弱く、未熟な心を持ったあなた方人間はとても危うい。しかし、瞬きのような一生の中で何かを求め力強く生きる姿はひときわ輝いて見えるのもまた事実。人間が海底に憧れるのと同じように、私たち人魚も地上に暮らすあなた方に惹かれてやまないのです。機内とロミア、巡り回る命の退治の意志のもと、二人が再び出会うことを祈りましょう。そして今、私とあなたが出会ったのも大いなる世界のご意志でしょう。我らが勇者ヨシヒコよ、時の流れに身を委ねなさい。大樹がそれを望むのならば、私たちはきっとまた巡り合う。ファン、全ては大樹の導きのもとに。おお、いい人や。めっちゃいい人やな。ありがとう。叶わぬ恋の見届け人いただきました。うん、ありがとうございます。愛の架け橋。素晴らしい。あ、恋だった。恋の架け橋。大樹の自己意志でしょう。はい、あれ、同じこと言ってる。ヒントは？おー、なんかお困りです。それさっき言って、さっき言って。ふうふふふうふふじゃなかった。内気な力についてお話しましょう。うん、遥か西、海にそびえる光の柱の先に少女たちが集う華やかな場所があります。女だけのところか。来たよ来たよ。その場所の主はとても不思議な人だけど、悪い人ではないと思いますよ。きっとあなたを歓迎してくれるでしょう。西に行け。 OK。 では、あ、バットついてくれてるやん。あ、出てるじゃん。ナイスでございます。では、ここから多分ワープするんだよね。左から辺に。行きましょう。さあ、こっから、ワープするってこと、はい、そういうことじゃないですか。飛ぶんかな、ピョーンって。ピョーンって、上に行くと、どうなの、ちょっと楽しみ。下から行ってる。下から行って。海底から行くんだ。海底洞窟みたいな。おーおー、都合いいな。都合いい。ワープ。すごいな。すごくない？すごくないこれ。すごすぎるよね。メダチャット地方。オッケー、行きましょう。さあ、ご都合主義で到着して。はい。あれ？ああ、見たことあるような気がしたけどなかったわ。上見て。メダル女学園って何？はい、何それ？でも、はい、女の人が多いって言ってたから。ああ、言ってたね。行った方がいいんじゃないの？プチャオラオ村もあったり、メダル女学園が来る。そして久々の。うん、うまー。あ、違う。馬だよ。馬だ。あ、何、仙人。馬だよ。何これ。戦うとりあえず。仙豆みたい。ほら、枝豆だ。仙豆みたい。枝豆仙人という名前。あ、仙豆。やった。ヌスマンかい。違う、名前違う。名前違う。枝豆仙人じゃなかった。幻術師？幻術師。え、普通だね。なんで？もっと終わるじゃん。もっと終わるじゃん。ブチャブチャとかさ。ブチャブチャしてるけど。ブッチャーとかさ。ブッチャーはプロレスラーな。あ、いるのね。先にいらっしゃったか。じゃあ、女学園行こうよ。女学園が気になるよね。女の園に行こうよ。あ、これだけ見るわ。オッケー。女学園、女学園。女の園ってのがちょっと気になると。うん、あー、馬、ごめん。馬だって女の園やから。そうなんです。これ、オスなんですよ。うちの馬。
そっか、馬の園じゃないもんね。馬の園って何よ。キョクキョク。テレテッ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 。これもね、これもね、昔のドラクエの曲ですよ。はい、あ、そうなんすか。あったあったこれ。テッテレレレレレ。いいね。かっこいい。なあ。お、女の子。水巻いてますね。女の子。ドラキー。え、ドラキー先生？ドラキー先生。ドラキー先生。なんか変なのもいるぞ。なあ、飛び方教えてください。みたいなやつ？かも。なんかバケモン。ちょっと待って、待って。ちょ、分け隔てなさすぎじゃん。メスなんや、全部。嘘。お前オスやろ、絶対。こいつオスやな、でも。オスです。かわいい。かわいいな。マスコット的な。な。歌。歌うんか。なんかセーフラー違う。力山の森に木漏れ日の花、スズランのベルを風が鳴らすよ。てか魔物と共存できるの？え、おい、あいつ来てんぞ。制服やべえな。どうしたらいい？どうしたらいい？小さなレディは夢見るレディ、大きな世界が私を待ってる。ルルルル。アルクーズワールド、集めようぜトレジャー。やばいやばいやばい。ララララ、メダルメダル、小さなメダル、王立メダル、上学園。決まった決まった決まりました。ぴょん。かわいいかな。どうぞ。はい、みなさんよくできましたな。今日も一日素敵なレディーを目指して頑張るのですな。気をつけ。ごきげんよう。ごきげんよう。やば、あのゾンビが気になる、ね、はい、ごきげんよう。帰るぞき。そういうこと。結局おてんばな。結局おてんばやった。おてんば。ごきげんようっていうのは。あいつもダメだな、なんかゾンビさ。足目やってもうた。いやいや、お客さんとは珍しい。何かご用ですかな。はっ。やばい、かわいいこいつ。むむむ、旅の方、非常に誠に驚くべきことだ。わかります、私にはわかりますな。うん、すんばらしい。あなたはとんでもない才能を秘めておりますな。話せば長くなります。こんなところで立ち話もなんですな。包丁室にいらしてくださいな。オッケー。スキップしてますね。相当かわいない。こいつかわいい、やべえ。ぽよんってしてた。いいね、ここ面白いな。あれ、君男やん。あれ、もうダメダメダメ。素敵な色皆さん、そうだ、メダジョと呼ぶらしい。メダジョ、そういう女の子。やばい。とりあえず校長にお話を聞きに行きましょう。パーカー臨場してからの、ほい。さあ、君何を言ってくれるんでしょうか。よくぞ参られましたな、旅の方。私の名前はメダル校長。メダル校長。そして、ここは、王立メダル女学園。素敵なレディーを目指す乙女の学校ですな。我が校では、授業の一環として世界中のありとあらゆる場所に散らばる小さなメダルを集めております。はい、メダルを集めることで、世界を知り、素敵なレディーに必要不可欠な優れた知性と共栄を用意を見つけるのですな。あなたは お招きしたのは他でもない。私はあなたの澄んだ瞳を見たのです。え？青空のように広がるメダル集めの才能を。しかし、非常に誠に辛いことに、ここは女子限定の学校ですからな。入学を許可するわけにはいきません。だがしかし、あなたほどの才能を枯らしてしまうのは非常に誠にとっても惜しい。そこで、はい、今こそメダル校長の権力を行使し、類まれなる才能を持つあなたを我が校の客用客員と客員生徒として飛ばしたもん。さあ、それでは晴れて我が校の客員生徒となった証にメダルスタンプ帳を受け取りください。いやいや、さすがは私が見込んだ男、もうそれでこの町のメダル出張所で、うんうん、メダルスタンプ帳もらっておるではないですか。その無駄な帳は我が校の連日セットなるため、さすがしい受けてるか見極めため、あくびが皆様に発表してしまうんですな。もう次読もう俺が。あなたは私が認めた文句なしの生徒、
スタンプ帳にかかっているページ制限はあのちゃんにはもう知っちゃいませんな。お、新しいページが追加された。今後小さなメダルを私のところに持ってきたらその数枚分だけスタンプを差し上げました。スタンプをたくさん集めると非常に誠に良いことがありますと。さあ楽しいメダル集めの始まりですな。メダルをたくさん集めて私のところへ持ってこい。持ってこい。4枚しか持ってないの俺。ああ、みたいですね。あ、なんで？あ、前回もう押してるんですよ。あと1枚か。あと1枚や。あと1枚、なんか。ルーンスタッフや次。あー、もらえるんやね。オッケー。ちょっと待って、この人に話しかけた意味全くなかったんや。やったー !20 枚目ゲット。やったよしよし、もうスタンプ押してくれ。やだもう。やったぜー。ラッキーじゃないですか。いや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 。ありがとう。ルーンスタッフありがとうございます。バイカーン。やったー、ゲットおめでとうなんです。よしこさんおめでとうなんですな。ついにページがマックス。しかし旅の話まだ終わりません。読ませろ。いいか。メダなんてメダジョの制服みたいなの書いてなかったよ。20個になりましたな。うん、これが25個になった時メダジョの制服をあげますぞ。頑張って集めてくれですな。これ衣装やろ絶対。これ絶対そうだわ。ねえ。うん。メダル女学園の東にある谷に暮らす極楽町。あ、シルバーオーブを集めてるっつったよね。書いてあった。今シルバーオーブって書いてたよね。うん。東の外れに人を訪れる拒み続けるなんとかの会長の言う谷。あ、あったあった。マップであったわそれ。そいつが、ね、地図にもあったよ。あったわ。そうそう、マップにあったあった、うん、うん。マップと地図一緒ね。うん、あ、そっかごめんね。ほら秘宝シルバーオーブがとある大富豪の訪れる。それやそれや、これだ、取りに行こう。そういうことね。オッケー。ほら大事じゃん。あれやね、右上やね。会長の言う谷かな、うん、でも途中でキャンプもあるしね。うん、向かいましょう。はい、ここでしょう。そっから、あ、登るんだ。登るのかな。むやみやたらにあったちな。オッケーオッケー。命の保証はないぞと。いやいやいや、オーブが欲しいんだよこっちは。オーブくれー。登ってくぞ。どうせ変な鳥がいるんでしょ。どうせ変な鳥。どうせ左とか右とかずっと向いてる鳥がいるんでしょ。あ、そう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 。それやと正面向かないんでしょ。知ってるよ。会長の言うたり結構広いで。ほんとだ。で一番上がスーッとなっておりますので、うん、向かいましょうか。ここか。男女ってことね、要するに。ここそうですね。ええ、オッケー。あるよ。来ました、来ました。卵いる。あいつ乗るんだ。 あいつ乗るやつや。あ、ここ行けと。ほんで乗り物、乗り物、乗り物言うとあかん。 えこいつ機械だから乗り物じゃん。エッグ、あいつだ。あいつおるぞ。 あいつに切り替えろ。あいつに切り替えるぞ。オッケー。こいつに切り替え、こいつに切り替え。よしよしよし。スカル。この乗り物欲しかった俺、久々に。すごいだー、骨折れる。よかった、折れなくて。危なくそれを全部こう、なんだろう、一本ずつ。バラバラバラーってなるやつやんね。でも近いよ、近いよ。いた！いっぱいいる！いっぱいおる、いっぱいおる。おっと、そんなとこに宝箱がある。こっちが先だ。なんか守ってる感むちゃくちゃあんねんけど。あ、魔法の潜水4個、これ。あ、やってた！ボス来るって合図。合図。合図みたい、これ。行くぞ。気を入れて、行け。気を入れて。気を、確かに。確かに、こいつだけちょっと強そう。いや、そんなわけない。やっぱ横向いてんな、あいつ。来るぞ。こっち向け。キー、何をしに来た人間め。この男は渡さないぞ。ゲッチゃいけ、ちゃちゃいけ、キー。喋ってるわ。喋る魔物って最近流行ってるんですか。キー言うてたわ、ほんで。キー。ベギラマ。あれ、でもこいつはなんか、雑魚っぽくない？ 3 匹いるんだっちゃ雑魚。でっかいの。極楽鳥が1匹だけおんねん。あー、そういうことか。いや、極楽鳥1回盗んでみましょう、うん、無理かな。 OK、 持ってない。ないない。じゃあ、あいつの2匹で。分かった分かった。2匹盗んだら入れ替えていいよ。あ、もういいからでいいよ、これどんがらかしたんでいいよ。あ、一応盗む。やっぱ強いな。一応でも盗む方向性でいくか。うわ、ベホイミとなりやがった。じゃあやっぱあいつら盗んでおこう。イオラで終わらしましょう。いらないと思うよ、その主人が。あ、1匹死んだ。1匹死んだよ。あ、どこも言えない、あいつは。あ、ウィングボロって、うん、空中に効くってこともなく。あ、これこれこれ、飛んでる敵に威力発揮する。いいやいいや。これじゃあ極楽鳥を先にやりましょう。だね。へい。いや、100匹強。まあ効くね。69。痛い。ベコマーナー。あれ強い。あいつを倒そう。あいつを倒そう。まあ、盗んで。まずヘルコンドル。はい。ダメだ。もう入れ替え、入れ替え、入れ替え。入れ替え、入れ替え。相当嫌ってんな。嫌ってはない。嫌ってはない。いや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 、よしこ死ぬぞ。よしよし、じゃああと特技あるの安心して。祝福の杖、よしこ回復しといてください。たまには祝福しとくか。いやー、盗んでほしいな一応ね。
それ期待しつつ、特技は極楽鳥行きましょう。Okay. はい、うわー、もったいない、特技。ベギナマ。あー、これ、やっぱ処理した方がいい？強ない？敵。左側とりあえずいなくしていこうよ。極楽鳥。ヘルコン。ヘルコンやった方がいいかな。だって、じゃあもう一回だけの方が、2ターンあるのが嫌じゃない？もう一回だけ。彼を信じよう、神を。帰れ。はい、入れ替え。入れ替えるぞ。まあ、そうだね。ちょっと、回復要因欲しいね。こうね。修復の、あれじゃなくていいの？おじいちゃんじゃなくていいの？あ、おじいちゃんでも、あ、でもまあ、久々に。そっか。使ってあげましょう。そう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 。でも、祝福は使っといたほうがいいな。マルティナと、まあ、ヨシヒコは自分で。そうやね。やって。これで回復してですよ。うん、で、ミラクルソード、ね、もうヘルコンドル。そうだね。いらないから、ちょっと、お前、オッケー。お前。帰れ、帰れ。帰れ。車は寝る時間よ。やばい。危ない、危なかった。これはね、次、セーニャ来ると思うんで、イオラ。俺は私はそれにセーニャ死んでます。へぇー、よし、勝った。来い。これで勝ち。おっと、ミラクル。あ、でも、早くな。勝ったやったら、いいの？セーニャ死んでますんで、私。いや、セーニャ遅いからな。遅いな。ムーンソルト。ポン。いいよ。ほい。よし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 、いいね、いいね。メホイビトン。いいね、やっぱこの衣装。いい、かわいい。この衣装めちゃめちゃかわいいね。踊りくなかったよね。ベキラマ。これが結構強いよね。どこ見てるんですなんかね、左を向いてるよね、あいつと間違いなく。ちょっと右に見やがって、なんだ、あ、これクラウセンちゃん。えい、まだですか。ムーンサルと言います。オッケー、トン。よーし、強い。さすがのマルティナちゃん。ザコメ神よ、ほんとあいつ何やったんやろなあ。かわいそう。かわいそうだ、あんたが。ベホマーを覚えちゃった。やった、強い。これセーニャが首対象やぞ、もうこれ。え、でも困った時にセーニャってやればいいから別にいいですよ。ベホマラめっちゃ便利なんよね。うん、オッケー、とりあえずはレベルいっぱい上がって、やった。え、これであっさりもしかしてゲット。手に入るやつ。ほんまに？やったー。こんな早くてええの？いいよもういいよこれで。お、ついに手に入らないと喋ってるまさかこんなところにオブがあるなんて思ってみなかったわ。さあヨシヒコ、この調子で喜んだオブも手に入れるわよ。オッケー、完全に、あとの3つはこういう感じよろしくって感じじゃない？マジでそんな悲しいことあるの？簡単によ、うん、そうだね。でですね、うん、プチャラをもらってとこにまだ行ってないから、うん、行きたい。一応あれ行ってみよっか、うん。なんか他にすることあんのかね、ここ。わからん。ね、謎なんよね。オーバー取ったもんね。一応取った。なんか使ってるよ。お、すごい、なんか立派な橋。立派な橋。え、嘘やろ？え、うまー短い命いけるやん、いけるやん、いけるじゃん。お前なんでいけないの？いけるやん、泣いてたん。いけるやん、ここいけるやん。あんな狭い、だってどこもいけるぐらい。なんで行きたからなかったお前。あ、まだなんかあれやね、沖縄系の。うん、本当に。なんでアジアっぽくしたの？なあ、最近気に入ってんの？スクエニさん。門構えはそうじゃなきゃダメなのかなそうな。おお、なんか曲どうした？盛り上がってるじゃん。なあ、中国みたい。あ、確かに確かに。うん、千と千尋、それだ。ユヤがあるの絶対それだ。うん、さあここでもなんかイベントはこれしたよね。あんな風にムービー。あ、おー、ムービー来たよ。おい、こんなところでボスをすんな、邪魔だぜ。ドキドキ、気が荒い。この村は気が荒いぞ。この村の創造者は相変わらずね。相変わらず。この村は古代の遺跡があることで有名でな。以前わしらはウルノーガの情報を求めてこの村にも立ち寄ったんじゃよ。なるほど。フワチャット遺跡の神秘、うん、壁画にて微笑む妖艶なる美女が絵を見た者に幸福をもたらす。かっこいいな。だっておさんくせえな、じいさん、こんなところで何か分かったのか。ほうほう、確かにの。お主が言うように、その時は何の手がかりも得られへんかった。じゃが、あの時とは状況も違うからの。今回はヨシヒコもおるし、改めて遺跡を調べれば、何か収穫が得られるかもしれんぞ。確か遺跡はまっすぐ道なりに進んで、奥の丘を越えた先にあったはずよ。手分けして情報を集めつつ行ってみましょう。OK。これじゃあ、千と千尋、これ絶対ね。本当だよ。プチャラオ村、あ、フワチャット遺跡へ。うん、いけるね。いけるね。よし、じゃあとりあえず探索軽くしておきましょう。はい。
おいちゃん疲れてんの。おい、よしふう、この村の構造は足腰に応えるわい。神たちはすでに遺跡へ向かったようじゃ。わしはしばし休憩してから向かうゆえ、お主は気にせず先に進むがよい。了解。まあ、前回もニグナの時にね、気にせず先に行ったからおじいちゃん気にしないでいいよ、ゆっくりおいで、うん、あ、これはしんどい。いや、しんどいよ、これは。これはしんどい、ご老体にはね。そうだよ、足腰の問題じゃねえよ、これ似てるよ、しこの若さ五段飛ばし、何段飛びだよ、ね、五段飛ばししてやったぜ。どうしたの、どうした、どうした、どうしてんのか。パパママグッシュ。ほら、よしこちゃん、ちょうどいいところに来たわ。この子ったら迷子みたいなのよ。ほら、泣かないの、大丈夫、私たちがついてるわね。だから名前教えてちょうだい。メル、シナメル。私メルっていうの。ここにはパパとママの一緒に何日もかけてきたの。でも壁画のご利益で金持ちになるんだって、そう言ってパパもママもどこかに行っちゃったの。どっか行っちゃった。ネオ忍者お姉ちゃん、メルのパパとママを。大丈夫よ、安心なさい。私たちがあなたのパパとママを探してきてあげるわ。私は村の方を探すから、遺跡の方を見てきてくれないかしら。いいでしょ、ヨシヒコちゃん。まあ、どっちにしろ行くしさすがヨシヒコちゃん。じゃあ遺跡の方はよろしくね。私も村の方を探したら後を追うから。優しさかもや。なあ、大丈夫、岸田さん。メル、岸田さんほで男ね。あ岸田メル男、存じてますよミステリースポットマニア、怪しげな雰囲気、うん、謎の失踪を遂げその後行方不明になっている。ハイタワー3世みたいな感じやな。そうだよね、謎の失踪を遂げたハイタワー3世呪いの偶像だと聞きましたから呪いの偶像だとみたいな。いや、これディズニー知ってる人しか分からん、わかんないよ。出たね今あのシリキュートゥンドゥですね呪いですよ、呪い。知ってる人しかわからんネタをちょっとぶっこんでしまいました。じゃあこっから業務用レベルで乗っていく。わからんよ、みんなこれ。あ、来たね、みんな。もういんの、はい、行きましょう。観光しに来てるみたいなの、君ら。よう、お前も来たか。このでかいのは噂の壁画だとよ。確かにこいつはなかなかの迫力だ。でもって、そこで笑ってる彼女が俺らに幸福をくださる美女ってわけだ。うんうん、おっと、一個欠けてる？いや、傷ついてんのか。ところだから傷もあるけど、思ったより綺麗な絵ね。ん？何かを？うん。あれって何でしょう？鍵のように見えますけど、なんだかとても不思議な感じ。もしかして、あれ魔法の鍵じゃない？来ました。来ました。あ、おっと？お腹鳴ったんだろ今、誰か鳴かなかったね今ね、うん、おいおい、ベロニカ、派手に腹を鳴らすなんか鳴らして、お前そんなに腹ペコなのか。まあお子様は食べるのが仕事だからな。あ、出た。私じゃないわよ、失礼ね。ふん、あんたこそさっきから何よ、壁画の美女なんかに見とれちゃってさ。ベロニカたまになんか嫉妬発言するよね。かわいい。あ、なんか喧嘩してる、いいね。いや、やっぱ光ってる、光ってる、大丈夫。光るの、そういう演出。うん。え？何ですか？あなた方は何ですか？あ、やめた、光るの。おい、何おお、これが夢にまで見た幸福を与えてくる壁画の美女。これでこのブブーカ様も大金持ちに。おい、なんだあんたら、俺たちが見てたってのに。うんうん、お前たちこそなんだ、さっきから壁画を見てたくせに。壁画のご利益はみんなのものだぞ。そうですよ、独占なんてずるいですぞ。そうよ、今度は私たちが幸せになる番よ。ヨシヒコ様、一体この場から離れた方が良さそうですね。離れた、普通に、うん、なんやこれ、どういうこと、わからない。あ、でも失踪するんじゃない。あ、いなくなるんか、うん、へえ、このここの壁画の人気甘く見てたわ。ん、どうしてヨシヒコ、なんか痛そうだな。喋れないんだよね両親とはぐれた女の子を見つけて、このその親を探しているだって、うんうん、そうそうそう、そういった大変だ。みんなで手分けして探してやらないとな。ヨシヒコちゃん、はいはい、走り方ダメ、こっちは収穫なし。ヨシヒコちゃんの方はないよ。なんかミステリーな展開やね。うん、彼女のご両親どこに行っちゃったのかしら。メルちゃんも一人で心細いだろうし、もう一度彼女に会ってみましょう。
ミステリーな展開になってきましたよ。言ってることは声え曲言ってることは合ってんじゃないでも失踪、ね、してるって言ってるじゃないですか。さっき光ったのも多分なんかあるし、ね、なんかあるよね。シルビー、メルちゃんの姿は見当たらない。この村何かあるのかしら。広場に行けば誰か彼女を見つかけるかもしれないわ。一回戻ろうじゃん町に。そうやね、うん、このピンクかな。おお、なんかイベント来たぞ。見つかる？ピカン。どうした？どうした？うん、旅の人だよね。遠路はるばるようこそ。村には観光で。やっぱり遺跡の壁画がお目当てかい？え？顔。あれ、これは失礼。私はこの村で商人やってるボンサックと申します。どうです？観光の記念品から村の特産品までお土産買うならぜひうちで。お値段も勉強させてもらいますよ。何の話や？ダメ？みんなで探したけどメルちゃん見つからないのよ。あの子どこ行っちゃったのかしら。おや、もしやこの村で人を探してる。いやー、ちょうどよかった。あなたは実に運がいい。あなたは何かご存知なのですか？知ってますとも。うちの嫁がね。あいつはこの先で宿をやってましてね。職業柄か耳が早いのなんの。人の出入りなら何でも知ってる。あの宿に泊まれば迷子だろうが思い人だろうがすぐに見つかりますよ。泊まれって言ってる。カンカのベッドまでついてくる。今後もごひいきしてくださるならそこに限ってなんと無料にしてくれると。これは泊まるしかないですよね。無料なら泊まるわ。まあ、泊まりますよ。はい、決まり。うちの親には伝えておきますので、はい、いつでも好きな時にいらしてくださいな。はい、決まり。行くか。口約束に程があるの。の2階やって行きましょう。あかん。君の嫁はこれかい？お前嫁か？うん。おー、オッケー。嫁なんか普通に可愛らしい人。一体何のことでしょう？ほう。また主人の仕業。お客さん呼ぶための適当。ほうほうほう。私は迷子のことは分かりません。マジか。無料は知ってる。うんうんうん。なに、この展開なんや？なんだろう。どういうこと？え、どういうことどういうこと？ミステリーすぎんねんけど。え、ネタは誰か入れ替えてるとか？はいや、そんなバカな。何にもなかったわ。マジで言ってんの？うん。マジで言ってんの？あ、おー、はいはいはい、そういううちに座ってるブブカさんという方が昨日から戻ってこない。なにー？ブブカってあいつやつだ。あ、さっきのあれか、おっさんか、うん、おっさんというか、うちらは、ね、喧嘩売ってやつだ。怒ってたやつね。うん。やっぱりあの後すぐにいなくなっちゃったんだね。そういうことか。うん。だって出てきてないじゃん。うん。一応話聞こう。はいはいはい。迷子の少女。なんだ、その件ですか。こいつ、最後にあった場所をもう一度探してみる。オッケー。じゃあもう一回やっぱ上に行かないとダメなんだ。オッケーオッケーオッケー。あ、この辺この辺。さあ、あ、いるやん。あ、メルちゃん？さっき、どうした？え？メルちゃん。え？え？なんなんこの街。この奥に行くと、うん、ブブーカさんとかどこ行ったんだね。そう。あ、でも特になんもない。扉があって、曲悲しいな。あかん。ここ来る。お、来たぞ、なんか。で？うんうん。あれ、誰もいないじゃない、さっきメルちゃん。こっちの方に歩いてこなかった？確かに変だな。あの迷子はどこに行ったんだ？これエレベーターになってんじゃないの？下に行くとかね。業務用エレベーター。ねえ、ちょっとあれ見て。そう、業務用エレベーター。壁画の絵、前に見た時と少し違いませんか？あ、周りに左右いる、なんかがいる、やばい。増えたよね。なあ、変なこと言うようだが、ここに描かれてるやつらなんとなく昨日の連中に似てないか？ほら、俺と揉めたブブーカって野郎だよ。確か昨日から宿にも戻ってないって宿のお神が言ってたよな。うん。なんや？吸収されてってるってこと？そうやろ。なんだか嫌な予感がするわ。早くこっから出ましょう。オッケー。ああ。ダメだ。遅かったか。遅かったパターン来たんじゃこれ。いかん、様子がおかしいぞ。扉が閉まっちゃう。あ、インディージョーンズ現象。ああ、上から針。
く、ダメ、開かないわ。見て、壁画が光った。怖い。見入られてしまう。なあ、さあ、うん、ここはどこでしょうか。え、あー、どここれ。おい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 、すごいとこ来てもだぞ。ね、メルヘンやな。なんだこの奇妙な場所は。夢の中ってわけでもないよな。本当おかしな感じがしますね。まるで絵の中に入ってしまったよ。おいおい、マジか。ねえ、もしかしてメルちゃんもこの場所に連れてこられてるんじゃないかしら。ピカピカピカン。どの道いつまでもここにいても仕方ないし、探してみましょう、ヨシヒコちゃん。うわー、敵が世界。壁画世界の奥に住み、いなくなった騎士ダメルを探そう。騎士ダメルね。OK。というわけで、うん、今回この辺りで終わりましょうか。OK。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もうかなりミステリー展開なんですけども、うん、次回。お楽しみに。OK。コーリングゲームズのメイクでした。岡部でしたー。